皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日は腹筋を割りたい方に向けて、おすすめのサプリメントをご紹介したいと思います。まず腹筋を割りたい方なんですけれども、まあ男女問わず、割れた腹筋とか引き締まった腹筋というのは、まあとてもかっこよくて魅力的だと思います。で、まあそういった腹筋を作るために必要なこととしては、まあまずはお腹周りの脂肪を落とすことというのが一つ重要になってくるかと思います。そして、脂肪を落とした上で筋肉をつけることによって、割れた腹筋ですとか引き締まった腹筋というのが、作られるかと思います。そこで、おすすめしたいサプリメントなんですが、まずは HMB というサプリメントですね。こちらの商品になります。HMB はですね、ロイシンと言われる、アミノ酸の代謝産物になるんですけれども、よく筋肉で、使われる、ロイシンというのはすごくよく使われるんですけれども、その中でも、その HMB というのはですね、取ることによって、まあ運動ももちろん、加えてなんですけれども、筋肉合成がですね、促進するということが言われています。ですので、まあ、トレーニングのですね、成果というのも、まあ、より、発揮していただく時にですね、まあ、HMB を取っていただいて、そしてトレーニングをしていただくと、筋合成が促進するのでいいかなというふうに思います。そして、運動の後はですね、やはり筋修復のために、プロテインを飲んでいただきたいんですけれども、その際に飲んでいただくプロテインはですね、まあ、普通のプロテイン WPC の、プロテインではなくて、WPI というですね、よりタンパク質の抽出度がですね、高い、プロテインを取っていただきたいと思います。普通のホエイプロテインに比べて、こちらの WPI というプロテインはですね、まあ、両方とも、牛乳から抽出するタンパク質なんですけれども、よりですね、タンパク質以外の糖質ですとか、まあ、乳糖ですね、乳糖とか乳脂質が、より少なく、なっていて、タンパク質だけを、抽出できているような、そういった商品になりますので、やはりできるだけ、まあ、乳糖や、乳脂質というのを取りたくないので、こちらの WPI にしていただくと、より、まあ、タンパク質が抽出されたものを取っていただきやすいものになるかと思います。そして、摂取タイミングなんですけれども、まあ、いつも言っています通り、薬ではないので、決められたタイミングというのはないんですが、こちらで、まあ、おすすめのタイミングとしてご提案させていただくのが、まずトレーニング前に、こちらの HMB を、取っていただいて、で、トレーニング終わって、まあ、30分、1時間以内の間に、こちらの、WPI を、取っていただくのがいいかと思います。そして、その他のタイミングとしてはですね、まあ、1日のタンパク質がどれだけ取れているかというところにもよるんですけれども、寝ている間というのは、タンパク質の補給ができていない状態で、それでいてですね、トレーニングした後というのは、まあ、24時間、タンパク質の筋合成というのも促進されている時間になりますので、そういった意味でもですね、起床後すぐに、タンパク質を補給していただくという意味で、そのタイミングも、おすすめさせていただきたいと思います。そして、まあ、一つちょっと注意点なんですけれども、まあ、女性がですね、まあ、腹筋を割るためにはですね、まあ、かなり体脂肪率をですね、落とさないといけなくなるかと思うんですけれども、やはりですね、まあ、女性がですね、まあ、体脂肪率を落としすぎてしまったり、まあ、それによって食事制限をしてしまいますと、摂取エネルギーの不足、によってですね、まあ、無月経が起こったりですとか、また骨粗鬆症につながるようなことも、考えられますので、まあ、女性の場合はですね、なかなか割るというところまではちょっと難しいかと思うんですけれども、まあ、引き締まったウエストというのを、目指していただければと思います。では今日は、腹筋を割りたい人に向けて、おすすめのサプリメントをご紹介しました。ありがとうございました。